皆さんこんにちは、マイスターです。こんにちは、スタントのコウミです。今回も SD ガンダムバトルアライアンスの続きをやっていくよ。前回でこのディレクトリでのブレイク現象は全部修正できましたから、今回はディレクトリ移動ですね。いや、すっかり忘れてると思うけど、1個前のディレクトリにまだブルーミッションが残ってるからね。あ、そういえばもともとこのディレクトリっていなかったゴッドガンダムとマスターガンダムを探す日に来たんでしたね。いろいろな作品の最後の戦いが印象強すぎてすっかり忘れてましたよ。大事なことなんだから忘れないでよと言いたいところだけど、まあ僕も若干忘れてたんだよね。そんなわけだから、詳しくはいつも通りさくらちゃんに教えてもらおう。ですが、非常にもガンダムファイトはまだまだ続くのです。そう、東方腐敗マスターアジアとドモンカッシュの正真正銘の決戦として、ブレイクミッションでは武者ガンダムと戦いましたけど、ブルーミッションではドモンさんと東方腐敗の戦いなんですね。ガンダムファイトの決勝戦だからね。というか今思い出したけど、そういえばブレイクミッションは武者ガンダムだったな。あいつどこに行ったんだろう。どこかでまた出てくるのかと思いましたけど、そんな気配もありませんよね。友情出演みたいな感じだったんですかね。このゲームストーリーで出てくる機体は大抵ブレイクミッションが用意されてるから、そんなことないと思うんだけどな。まあきっと次のディレクトリとかで出てくるんだよ。物語が終盤に差し掛かってるのに今更出てくるんだろうか。そしてドモンさんはいかにしてそれを倒したかご説明いたしましょう。よ、待ってました。かくしてデビルガンダムは倒れ、ガンダムファイト決勝戦が行われるというわけ。肝心な説明が飛ばされたんですが、詳しくは自分で説明を見てくれって感じみたいだね。 G ガンダムだけ説明が雑すぎませんかね。いきなり決勝戦だから仕方ないといえば仕方ないよ。今度は自分のお師匠さんもね。東方先生もまたデビルガンダムに関わりのある重要人物の一人だから。え、師匠も？どういうつながりなの？それは今回のトゥルーミッションで明らかにされると思うよ。いや、そこは教えてほしいんだけど。ネタバレ配慮なので、今から出撃するって時にその配慮はちょっといらないかもです。まあでも今回のミッションはドモンさんと東方腐敗の戦いの顛末を見守るって感じみたいだから楽勝だね。そんなくらいかないと思いますけどね。それではガンダムファイト最終決戦、レディーゴー。ガンダムファイト、レディーゴー。いざ出撃。で、空がすごいことになってるな。ゴッドガンダムとマスターガンダムがぶつかってますから、その影響でしょうね。ガンダムによる闘争において最小にして最大の戦いだ。え、ハーネスさん、ハーネスさん人格を上書きされてるから猛敵でしか出てこないと思ってたけど、まだ一緒に戦ってくれるんだね。だいぶ辛そうだけど、もともと人格の上書きが相当負担がかかるって話でしたからね。それに加え今は元の人格になってますから、ハーネスさんの負担は相当でしょうね。いや、それならもう戦闘に参加しなくていいから伝えることだけ伝えて帰ってほしいんだけど。それにしても今回のミッションはドモンさんと東方腐敗の戦いって聞いてたけど、意外と他の敵もいるんだな。確かにガンダムファイトは1対1学校なのにデスアーミーが多いですね。もしかしたらこれプルーミッションではあるけど、テイストは若干違った感じになってるのかもしれないな。またですか、なんか最近こういうミッション多いですね。それだけブレイク現象の影響が出てるってことなんじゃないかな。でもまずいな、そうなると急いでドモンさんたちのところに行かないとプルーミッションとして登録できなくなりそうだな。ハーネスさんの強制された人格と元の人格が行ったり来たりしてますし、急ぎましょう。ちょっとハーネスさん本当に大丈夫？俺のことは気にするな。もっと重要なことがある。一体何なんだ。生死では機能停止しているはずのデビルガンダム細胞が活性化している。ブレイク現象によるデータのズレ、デスアーミーが潜在してるのはそういうことか。行きましょう、あの竜巻の元へ。ハーネス、小隊長に付き合ってもらうわよ。無論だ。いや、もう伝えることは伝えたし帰らせてあげてもいいんじゃ。せっかく来たのでそこは最後まで行ってもらわないか。ハーネスさんの苦難は続くのか。やっとドモンさんたちのところまで来れた。思った以上にデスアーミーが多かったですね。ここまで多いとなるとテイストのズレは相当だろうね。まあでもここまで来たら、あとはドモンさんと東方腐敗の戦いを見守るだけだね。行くぞ。
ないですね。見守るっていうのは分かったけど、この距離だと僕たちも巻き込まれるんじゃ。もともとマスターガンダムとは戦う感じだったみたいです。今更ですって。おかしい、僕は戦いの行方を見守るだけって聞いてたのに。これだけなわけないでしょうが。ですよね。ということはマスターガンダムと戦わないといけないのか。ってちょっと強すぎない？早速ダウンさせられちゃいましたね。 HP が200くらいあったから、あと1発くらいなら耐えれると思ったんだけどな。ハイパーモード中ってこともあって、マスターガンダムの火力がすごいことになってるんですよ。やばいな。今回新しく手に入れたレジェンドガンダムできたけど、こういうことならもっと使い慣れた機体でくればよかった。というか一番レベルの高いユニコーンガンダムでくればよかった。本当に今更ですね。でもそんなこと言っても仕方ないですし、今回はレジェンドガンダムで戦ってください。そうなるとできるだけ距離を取ってレジェンドガンダムの距離感で戦わないとね。正直近づかれたら罪だから、できるだけ距離を取ってと。よしよし、仲間の4人が前で戦って、僕が後ろから地味に攻撃するっていう最高の形が作れてるな。そしてスペシャルアタックと。普通の攻撃は火力控えめでしたけど、スペシャルアタックはすごい火力してますね。これなら東方支配にも余裕が。で、何やってるんですか。調子乗って攻撃し続けてたら東方支配にボコボコにされちゃった。まあこういう場合、後ろでコツコツしてるやつを倒すのは分析みたいなところありますからね。こんなことになるなら僕もみんなと一緒に格闘でマスターガンダムを殴っておけばよかったな。幸い起こしてもらうときに妨害とかはなかったから被害なく起きれたけど。仲間が多いおかげで兵庫が分散してるのがいい仕事をしていますね。おいおい、また僕狙いなのかよ。マイスターさん、一体どこで東方支配の恨みを買ったんですか。身に覚えがないんだけどな。いや待てよ、ここまで僕が狙われるということは、むしろ僕はおとりとして立ち回った方がいいのでは。突然たたりを知らし始めた。頭脳プレイと言ってほしいな。どの道一回狙われると大ダメージはほぼ確定みたいなものだから、ここは自分を犠牲に仲間に勝ってもらうんだよ。それダウンしても許されるような感じにしてません。そんなことないよ。それにマスターガンダムの攻撃って格闘がメインですから、カウンターを決めればいいのでは。おいおい、何を言ってるんだ。コウメちゃんはカウンターは相当狙って決められないし、それに狙えたらここまで苦戦はしてないんだよ。まったく僕を舐めないでくれって。できないってことはそこらしく言わないでください。まずいな、ジュリエッタちゃんの HP もだいぶ削られてきたから、一旦ジュリエッタちゃんの体勢を整えないと、僕と一緒のタイミングでダウンするかもしれないと。アクエイターさんがダウンすることは決定事項なんですね。僕は戦力外なので、とりあえず僕はダウンしないようにして、先にジュリエッタちゃんにダウンしてほしいな。でも狙われてるのはマイスターさんなので、多分先にダウンするのはマイスターさんですよ。そこは上手い感じで攻撃に当たってほしいんだけど、まあ最悪僕とジュリエッタちゃんが同時にダウンしなければいいだけだから。いくらこの戦いにハーネスさんやドメンさんがいるからって、部隊のみんなが全滅したら終わりですね。おっと、そんな話をしてたら予定通りジュリエッタちゃんがダウンしたね。ここからはジュリエッタちゃんが落ちるまで僕が正当稼いでいこう。三日月さん早く起こしてください。まあ時間稼ぎと配したけど、別にあれを倒してしまっても構わんのだろう。すみません、それは盛大な死亡フラグになるので黙って逃げてもらっていいですかね。いやいや、こんなかっこいいセリフが死亡フラグなわけないじゃん。世の中ではかっこいいセリフほど死亡フラグなんですよ。おっ、ジュリエッタちゃんが落ちれましたね。三日月さんの HP もやばかったですから、どういうことかと思いましたけど、それで一旦体勢は整いましたね。やっぱり死亡フラグだったじゃないですか。やばい、これはさすがに応急修理で起きないとゲームオーバーになるかも。というかもうここで削り切らないとな。赤破天鏡ゴッドフィンガー。よし、今こそお前は本物のキングオブハート。いやー、なかなか苦戦しましたね。火力が想像以上に高かったよね。まあでも何派ともあれ、これで2つのディレクトリに分かれてたブレイク現象は全部修正できたし、早速次のディレクトリに移動しよう。移動の前にやることがありますよ。あー、いつものハーメスさんとの戦いか。戦いはいつものことですけど、今回はハーメスさんを救うってことも一緒にやっていくみたいですから、いつも以上に厳しい戦いになるんじゃないですかね。それじゃ早速やっていこうか。ガンダムラトレイヤー、モビルアーマー、コネクティングシーケンス、プラグイン H、 データリンク合体完了しました。
今回は浮いてるタイプのモビルアーマーと合体なのか。前回の戦車型との合体は乗ってるだけでしたけど、今回はしっかり合体してる感がありますね。管理システム側ももう少し一体化した方がいいと思ったんだろうね。それにしてもハーネスさんを救うってもう人格限界っぽいけど救えるんだろうか。そこはニノちゃんが何とかしてくれますって。ユノちゃん任せがすぎるよ。まあ僕ができることはハーネスさんを倒すことだけだから、美食に戦うだけなんですけど。私にウイルスプログラムでも送り込むつもりかね。いやちょっと思ってた食い方と違うんですけど、ハーネスさんって人間でしたよね。そんな人にウイルスを送り込んでも意味ないんじゃ。強制させられた人格はデータだから、それを破壊するとかなんじゃないですかね。そんなハーネスさんの人格が普通にぶっ壊れそうな作戦でいいのか。まあ救えたら救うくらいな感じなので。それにしても相変わらずビームバリア面倒ですね。削り切れば逆にビーム系の攻撃が弱点になるんだけど、今回使ってるユニコーンガンダムみたいにビーム兵器の手数が少ないと削りづらいよね。まあその分ユニコーンガンダムには実弾兵器のバズーカもありし、拡張で削れるんだけど。これビームバリアはあるのか、実弾兵器でゴリラスのバッチがダメージ多いんでしょうね。さすがにそこは実弾兵器だと思うけど、でそんな話をしてたらビームバリアを剥がせたな。こうなればもう僕の攻撃はほとんど弱点属性だし、一気に削っていけそうだね。しかもそろそろみんなのスペシャルアタックのゲージも溜まりそうですから、溜まり切ったら一気に攻めたいですね。やばいな、このモビルアーマー意外と火力が高いから HP 結構厳しいぞ。本当に一気に削れないと限界バトルになりそうなんだけど。今のは僕の視覚から飛んできました。いや普通に見えてましたからね。そう、僕が回復すると呼んでミサイルを発射しておくなんて、ハーネスさんもとうとう本気ってことか。まあいい、このダウンは回復するためだったと割り切ろう。それに攻撃が僕に集中したおかげで仲間にはダメージがそこまで入ってないし、まだまだ戦える。そしてここからスペシャルアタック連打ですね。ここで半分まで削りたいけどいけるかな。さすがにハーネスさんもフルヒットさせてはくれないか。動きが速いタイプのモビルアーマーですから、一気に大ダメージを与えるってタイプじゃないとあんまりダメージは入らなそうですね。となると僕が頑張らないとダメか。いやすごいダメージ出たな。これが可能性の獣の実力ですか。というかダウンしてるなら三日月さんのスペシャルアタックも使えばよかったのでは。こんなにダウンするとは思わなくて。ちょっと何ですかその技。マスターガンダムみたいな技を使ってきましたね。まさか東方不敗の技すらコピーしたっていうのか。というかお前格闘タイプのモビルアーマーだったんだな。今更ですか。いやずっとこいつ何タイプなんだろうって考えてたんだけど、今の技で確信が持てたよ。もう少し序盤で確信は持てたと思うんですが、でもスピードが速くてなおかつ格闘タイプって少し大変だな。前のミッションのマスターガンダムもそうだったけど、格闘タイプって瞬間火力が高い場合があるからダウンしやすいんだよね。しかもモビルアーマーって判定も大きいから避けるのも大変だし、この人はもっと序盤でしなければいけない分析をなんで戦いの後半でしているんだろうか。分析に手間取ってたんだよ。さて2回目のビームバリア消失。ビームバリアは思ってる以上に割れたままになるから、このまま削り切りたいな。しかもダウンした。うおーみんな殴りまくれ。果たしてここで削り切れるのか。いや削り切るんだ。というかすっかり忘れてたけど、ハーネスさんの気はないと。無心で攻撃をしてましたけど、これで散々ついてるんですかね。ユノちゃんたちがハッキングを続けてるから多分大丈夫だって。これ何人の散々がついてないんじゃ。よした起きた。ハーネスさんは無事かな。オーバーフロース行け。まだだよユノ姉さん。お願い、サルベージプログラムインストール。ラストレイヤーコックピット開けて。何を。これ結局ハーネスさんは消えたんですかね。最後にコックピットから回収した感じになってたけど、どうなんだろう。一応ディレクトリー移動はできたみたいだけど。異常だし、さくら、ディレクトリー移動異常だし。意図的にオーバーフローを起こして、その隙にセキュリティホールを抜ける。クラックとしては古典的だけど無茶しすぎよ。大丈夫なのさくら。見ての通りピンピンしてるよね、小隊長さん。いやまあ僕らは大丈夫かもしれないけど、こういうのって他のところに問題があるんじゃ。というかハーメスさんはここにいないってことはわかるでしょ。まさか救出は失敗したの。あなた飛び込んだじゃない。嘘だよな。ご心配なく、あの多重人格メガネの人格データは無事にサルベージできてるよ。あんな状態になった人格データ大丈夫なの。本来の人格をちゃんと分離できてるんでしょうね。3人分の人格データ、当たり確率は3分の1、基地
都出たか京都出たか。え、つまり肉体は無理だったから人格だけ抜き取ったってこと。しかも3つあったうちのどれかを抜き取ったらしいですから元の人格かわからないみたいですね。なんて賭けなんだ。いた、ハーメス・マーキリー。無事なの？体の具合は？ほう、これはこれは、レディー・ユノ。身体面の調子という意味では良くも悪くもない。この世界では肉体は物理的な存在ではないからだ。精神面においては多少混乱しつつも、今この場に俺の人格データが元の状態に保たれていることに驚きを隠せない。そもそも無事かけに測ったみたいですね。うわ、いや、この人格を救うって作戦だったけど、いざ助けてみるとうざいな。まあそこには目をつむりましょう。おかげさまでな。だが、どうやって俺の人格データを分離させた？モビルアーマーとのコネクターになっていたガンダムラトレイヤーの防壁をくぐり抜けるウイルス型サルベージプログラムを作ったのよ。ユノちゃんの人間離れがエスカレートしてきたな。もう何でもプログラミングで解決できそうではありますよね。ならば、俺が知っていることは全て話そう。仲間へのせめてもの礼として。おっ、やっとこの世界の真実が聞けるのか。でも今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。